やっほー、やばい、マジで声がカスカスすぎる。やっほー、今日もかわいい、はあはあ、はあはあ、もう満身創痍なんだけど。昨日の今日だからね、本当に。大丈夫、塩水吸った？いや、もうね、ライブまでストイックにやってきたんですよ。毎日吸って、喉に良くなさそうな唐辛子系やめて、お医者さんにちょっと一旦やめなさいって言われた甘味料が使われてる糖質の多い飲み物やめてみたいな。めっちゃやってたんだけど、もう疲れたね。ってことは明太子も我慢してた。もう本当に我慢してて、久しぶりに食った明太子さってあまりに美味しすぎて、もう誰もいないところでさ、これだよこれこれとか言って大喜びして食ってた。だから今日はね、塩水も吸ってないからちょっとね、喉がカスカスなんですけど、もうね、終わりましたからって言ってもね、もうすぐフォースフェスがやってくるんですよ。皆さん、スイちゃんなんかずっと忙しい忙しいって言ってたけど、ソロライブ終わったし、アルバムも発売されたし、ちょっと余裕できたんじゃないかなってね、なんかこうツイートしてくれてる人とかもいて、そう思ってる人もいるかと思うんですけれども、暇がない。もうさ、もうライブ終わってさ、終わった。よかった。もうなんか何事もなく終わった。よかった。安心したっていう気持ちと、もうその後も、でも、あさって、ダンスのフリーレみたいな。なんか、現実を思い出してしまった。でも、みんなの、ね、コメントとか、エゴサして、めちゃくちゃ見まくって、もうとりあえず、今と明日は忘れようと思って。はい。